ラーメンズの小林健太郎さんという方に、昔から憧れているというところがありまして、まあ、ライバル視というかもう完全に憧れなんですけれども、その喋り方だったりですとか、まあ、振る舞い方だったりとか、そういったところは昔から多分こう結構影響を受けている部分があるかなというふうに思います。